僕が初めて沖縄に行った時、なんとなく物悲しく思えたのは、それはまるで日本の縮図であるかのように、アメリカに囲まれていたからで、とはいえ94年夏の沖縄は T シャツが体にへばりつくような暑さで、憂鬱なことは全部夜の海に脱ぎ捨てて、適当に2、3発の恋もしました。ミン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 とセミが鳴いていたのは、歓喜の歌かそれとも嘆きのブルースか、もはや知る術はないが、あのセミの声に似たような泣き笑いの歌を奏で僕らは住む。いろんな街を歩き、いろんな人に出会い、口にしたさよならは数知れず、そして今思うことは、大胆にも思うことは、もっともっと誰かを愛したい。酒の味を覚え始めてからは、いろんなものを飲み歩きもしました。そして世界一のお酒を見つけました。それは必死で働いた後の酒で、戦後の日本を支えたものの正体が、なんとなく透けて見えるこの頃は、平和とは自由とは何か、国家とは家族とは何か、柄にもなく考えたりもしています。生まれた場所を離れ、夢からも遠くそれて、僕はどこへたどり着くのだろう。今日も電車に揺られ、車窓に映る顔は、ほんのちょっと変わらぬものが、良くも悪くも
そして2017年12月16日渋谷楽しんでますか？おかげさまでどうでもいい上京10周年になります。上京した当初の僕知ってる人は多分分かると思うんだけど、こんなギターを弾いてコピーバンドやってイベントやったりなんかすることは全然なくて、カラオケでとりあえずミスチル歌って、でもなんかライブバージョン歌いたいなって思いながら、元八幡にある B フラットっていうミュージックバーがあるんだけど、そこで、生演奏をバックにミスチルを歌えるっていうイベントがあって、そこでミスチルをこう生で歌って、その、楽しさを知って、その時に知り合った人がですね、結婚することになって、二次会でミスチル歌ってくれって言われて、でその人が好きな曲が彩りっていう曲だったんですけど、彩りやるんだったらギター弾かなきゃと思って、そこからギターを始めて、それからだんだん欲が出てきて、大人なんでね、いろいろと、それで今とこんな感じになってしまいましたと本当にね、こんな30いくつになってもこんなことやるとは到底思わなかったし、ね、仕事に追われて大変な日々を過ごすかなって思ってたんですけど、こんなね、未だにこうやって10年経ってもいろんな人とこうやって交流できて、すごい幸せ、嬉しいです。ありがとうございます。同時にいつまでこんなバカみたいなことが続けられるんだろうかって考える機会も増えました。同じ会社の同僚とか同じ音楽仲間も10年経つと仕事が多忙になったり転勤したり、家族を持って子育てに追われて、いつかやりたかった音楽ができなくなって、ずっと多分タンスの肥やしになったりしてる人もいると思うんですけど、自分はなんか頑固なんで、ひたすら続けてやっていって、もう何年も懲りずにみんながいなくなるまでやって、その時はまだ子育てが大変で仕事が多忙で忙しかった人たちが、5年後10年後になった時に、こうやってイベントする音楽ができる機会をこれからも僕は作っていきたいと思います。今日は本当にどうもありがとう。曲が終わり音が鳴り止む時、僕はそこで何を思うのだろう。選んだ道とはいえ時に険しくもあり、些細なことで僕らは泣き笑う。いろんな街を歩き、いろんな人に出会う。これからだってそれはそうなんだけど、そして今思うことは、思うことは、あいつかまたこの街で歌いたい。あーきっとまたあの街でも歌いたい。あーそして君